スピリチュアルの女神です。チャクラの意味とは何でしょうか。チャクラには7種類あります。それぞれどのような違いがあるのか、それぞれの場所や意味を具体的に解説しています。また色と対光との関係、開き方や活性化させる方法も説明しています。チャクラをコントロールできるようになるために ぜひ参考にしてください。チャクラの意味には体の中にあるエネルギーの出入り口というものがあります。スピリチュアルの話で言うと、見えない世界と自分を結ぶ通路です。人は普通に生活しているだけでエネルギーや波動を様々なところから取り入れています。それを体の中に循環させるのが チャクラの意味と役割です。7種類あるチャクラには意味がそれぞれあります。7つは背骨に沿って頭の先から足の先まで一直線に分かれています。流れが悪くなってしまうと自然のエネルギーを体に取り込むことができません。体調不良だったり疲れが溜まっている時は 流れが悪くなっていると考えられます。チャクラの意味とは、アニメやドラマで言うような特別な力ではなく、誰にも備わる重要な存在なのです。ただその存在を感じられるようになるには意識が必要です。逆に言うと意識をすれば誰にでも使いこなせます。チャクラの場所は7種類あって、それぞれに 意味があることは、これまでに説明しました。ここでは第1から第7までのチャクラの場所が身体のあるのかと、それぞれの場所の特徴や色を紹介していきます。また最近では第8チャクラと呼ばれる存在もよく聞かれるようになりました。第8チャクラの場所はどこにあって、特徴は どんなものなのかも一緒に紹介していきますね。7つのチャクラとは、第1チャクラの場所は尾てい骨のあたりです。赤色で表され、基礎となるものでもあります。人間の体の全てを安定させる基盤を作る場所で、第1チャクラの場所は生存や成長など生きる上で大切な部分に関わっています。 心理的な面での安心や安全を感じられているかどうかにも影響し、家庭環境が良好かによっても左右されます。第1チャクラが整っていれば、自分に必要なものは全て手に入ると感じられるくらい重要な場所です。第1チャクラの場所は、他にも必要なものを取り入れ、いらないものは 排出という人間の原理にも影響しています。そのため、第1チャクラが不調の時は、体の消化器官の不調だけではなく、自分の過去や手放すべきものを手放せていない状態を表しています。第2チャクラの場所は、おへそ家の丹田です。オレンジ色で表される第2チャクラの役割は、人生を創造し、 価値を与えるものへとステップアップさせてくれます。第1チャクラの場所は、より安定した生命力から感情や欲求などの面を教えてくれます。第2チャクラは、すべての感覚を活性化させてくれるでしょう。感情表現に関わる部分なので、自分の素直な感情を出せなかったり、抑圧してしまっていたりすると、 第2チャクラの場所は、乱れてしまいます。いい悪い、関わらず、自分の感情を素直に表現しましょう。欲求などにも関わるので、第2チャクラの場所が乱れているときは、自分に素直になれていないということです。第3チャクラの場所は、胸骨の下の溝内から、おへそのあいだのあたりです。第3チャクラは、 黄色で表され、自己を示しています。自尊心や自分の意志が進む方向などを示しているので、
一人の人間として確立しているかどうかがわかります。また第三チャクラは自分だけではなく協調性など他人との関係性の部分も影響してきます。自己が確立している状態での相手との関係は自分の意思を持っているので円滑に進みます。人に流されて嫌な思いをすることがなくなります。第四チャクラの場所は胸の真ん中あたりです。緑色で表され物質と魂の世界をつなげる役割を担っています。第四チャクラの場所はハートを象徴しており、愛情や思いやり、共感などを表します。第三チャクラで自己が芽生えた次には気持ちが他人へと移行します。第四チャクラは相手のことを考えられるようになるので相手のエネルギーに同調できます。初めて会った人に対して初めて会った気がしない場合はエネルギーの合う人だということです。第5チャクラの場所は首の付け根のあたり、喉です。青色で表され世の中に魂を表現するための役割を担います。第5チャクラは自分がどのような人間なのか、どのような人生を歩んでいきたいのか、真実を表現しようとします。自分の望む人生を歩む手助けをしてくれるでしょう。第5チャクラの場所は直感力にも影響します。直感で湧き上がった自分の感情を信じられるようになり、どう思われているのか気にする必要がなくなります。第6チャクラの場所は眉間の真ん中にあります。藍色で表される第6チャクラはサードアイ、第3の目とも呼ばれているようにビジョンを示しています。ここが強くなることで偏見なしに人生を正確に見られるようになります。物事の外側に惑わされることなく本質を見られるようになるでしょう。魂からのメッセージが感じられるようになり、本当に自分が望む夢や将来を考えられるようになります。第7チャクラの場所は頭頂にあります。紫色で表され冷静を示しています。第7チャクラはスピリチュアルな世界をつながることができるので広い視野で物事を見られるようになるでしょう。第7チャクラが整っていると何事にも不安がなくなります。未来に対する漠然とした不安がなくなるので全てはうまくいくと思えるようになるでしょう。また過去世の自分を感じられるようにもなるので直感力が芽生えるでしょう。例えば知らない場所を知っているような感覚になったり、初めて会った人が初めてのような気がしなくなります。それらは過去世とのつながりがあるとわかるようになります。ツインレイとチャクラは密接に関係しています。チャクラの中でもハートチャクラと呼ばれるものがあり、それがツインレイとの出会いに影響を及ぼします。ハートチャクラとは第4チャクラのことです。第4チャクラは愛情と関係しているためこのように呼ばれます。その名前の通り心臓あたりにあるのですが、普段は眠っています。ツインレイとの出会いでチャクラは目を覚まします。ツインレイと出会うとチャクラが開いて感情を共有できるようになるのです。例えばツインレイはチャクラが開くと出会った途端にこの人がツインレイだとお互いに気づくでしょう。魂の片割れの存在であるツインレイはチャクラで唯一つながれるようになっています。チャクラの開き方を覚えれば自分でコントロールできるようになります。スピリチュアルな世界ともつながるようになって全てがうまくいくようになります。チャクラを活性化させて充実した幸せな人生を手に入れましょう。以上、いかがでしたでしょうか。皆様のご意見、ご感想をどしどしお待ちしてます。チャンネル登録、よろしくお願いいたします。